けどさ、どうぞ。はい、皆さんこんばんは。あ、こんばんは。ワイオコースカちゃんのいらっしゃいませ。お願いします。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。栄養補給だからあれ、栄養補給って歌だから、ちょっとまあ、ありがとうございます。じゃあね、今日もね、一つ笑いようがいこうと思いますけども、皆さんこれ、わかります？これ一般参賀。一般参賀行ったことある人います？一般参賀、いらっしゃない一般参賀、いない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 、あの、今日あのちょうどニュースになってましたね。あのニュースでさ、あの2月の23日にね、天皇誕生日で一般参賀をやる予定だったんだけど、ね、やっぱコロナウイルスの影響で中止になったんですよね。そう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 、ネットでやればいいじゃん。ネットでやるのか、それみたいに。じゃあ、じゃあここに集まってみんなでこう、あたおうってことでね。じゃあ今日はですね、皆さんね、一般参賀笑いということで、一般参賀笑いで、ね、皆さんね、今日はね、こちら側の人になっていいですか？皇族、皇族になって、そう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 、で、ここガラス張りですからね、そう、声は聞こえないですからね、そう、こんな感じ。こんな感じでね、いいですか？よろしいですか？じゃあ皆さん手をこうやって、あ、よい、さすがですね。じゃあ行きますよ、せーの、はい。なんか違う。いいぞいいぞ、イエーイ、やすばしい、オッケー、いいですね。さて、ということで、いや、本日のゲスト、もうね、おなじみですね。あ、はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、あ、牧野嵐の極悪人こと加藤正男です。よろしくお願いします。はい、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 そうです、はい、マジっすか。はい、あ、そうですね、はい、あ、そう、お茶飲まないと殺すのね。そうですね、お茶飲まないやつは死ねばいい。あ、はい、そうです、はい、やべー、 あと最低なこと言ってますね。あと電波落ちて何やってる。そうですね、これ全世界に話になりますからね。パーソルちゃんで気をつけください。はい、なるほどね。いや、ね、いつもね、面白いね、こう自己紹介もありがとうございます。ね、あのそれこそね、1月の6日にですね、はい、私の地元の、はい、山本明義君とね、あ、はい、御朱印のね、はい、ここが出ましたけど、その時コメントありがとうございました。あ、いえいえ、あ、ね、ね、はい、その時彼が、加藤正信は友達じゃないって言ってましたけど、ね、加藤正信は友達じゃないってね、でね、はい、せっかくコメント入れてくれなくてもかかわらず、明義先輩、今度焼肉を持ってください。はい、本当だよね。はい、今日絶対コメントを多分入れてこいって言ってましたんで、そう、コメント来ると思いますけども、お願いしたいと思います。ね、じゃあ今日はですね、はい、そんな加藤正信さんとで、ね、はい、今日は何について喋ろうかって昨日迷ったんですけどもね、ネタをね、ネタをね、なかなかなくてネタが、ね、今日のテーマはこれです。40を過ぎたおっさんの恋バナ、これでいきたいと思います。今日のテーマは、はい、いいですか、これです。40を過ぎたおっさんの恋バナ、これめちゃくちゃ盛り上がるんですよ、話して、ね、だろ、そうです、既婚者の餌になるんですよ、本当に。本当そうなんですよ。そう、もう本当に既婚者にそれ言うと大爆笑されるっていうのが、ね、本当におっさんの、ね、うん、恋バナなんですよね、これ40歳で。あ、もうこれはもう鉄板なんですね、これは。なかなかみんな言ってくれない、ね、言ってくれないですけど、うん、言うと本当に大爆笑されるっていう。お前そうじゃないよっていうのがね、大体ね、既婚者の、ね、話で、結局言われるんだけど、うん、その既婚者も、そいつに聞いたらダメだってね、既婚者が既婚者にダメ出されるっていうのがね、毎回のパターンっていうね。これプロいますから。あ、そうですね。ね、はい、あるぞ、ひげみさんの番組、そう、見てる、見てる、見てます。本当だ、ありがとうございます。そうそう、ちょっと頭出てください。はい、あ、お願いします。ね、この独身二人のちょっとね、この独身二人なの、あ、そうなんですよ。ちょっと、はい、恐縮すればよ。今日ちょっとね、ひげみさんもいらっしゃいますんで、今日はちょっといい意見が聞けると思う。ね、ぜひね、ひげみさんよろしくお願いします、今日は。そうですね、まだ初心者運転なんでね、本当に。あ、しょ、どういうことですか。あ、でも初心者運転、あの、もう、まだ未だにね。じゃあ今日はですね、このテーマいきたいと思いますけどもね、はい、どうですか最近、なんかありました？あ、そうですね、はい、この前農協の婚活イベントがあったんで、農協の婚活イベント、ちょっと行ってきたんですよ。はい、おー、まあ、農家さんと一般の方で変ですけど、あの農家じゃないね、はい、女の子と、はい、
婚活をするっていうか、あの、はい、出会う場を作ってくれたっていうのが、まあ、農協なんですけど、あ農協の、まあ、それ今回で5回目ぐらいになるんですけど、はい、まあ、過去に、うん、まあ、15対15ぐらいで何回もやってるんですけど、はいはい、それで、まあ、必ず1組は結婚してるっていうね、結構な割合ですよね、あの婚活で効果って言うんですけど、あの、うん、まあ、やっただけの、ね、あの、うん、効果はあるなっていうのがその農協の婚活なんですよ、うん、はい、今でもなんか JA というか農協の今なんちゅうの？その青年部の長じゃないかって言って、あ、そうですね、あの部長なんですよ。そうですよね、そうだじゃん、やりたいことですよね、ご関係ない、さすがにもうもう自分のために作ったものじゃないですか、そういうわけじゃない、そういうわけじゃないですけど、はい、まあ、僕も参加しますよみたいな感じで参加したんですけど、どうでした？いや、それが、うん、もう40過ぎると、うん、やっぱり、うん、女の子もやっぱハードルが、ね、うん、ぐんと、ね、40のおっさんだっていう、ね、ハードルがあっちゃって、なかなか30代前半の女の子はやっぱね、うん、食いついてくれないわけですよ、やっぱり。あ、そうなんだ、難しいんですよ、はい、こっちは相当しゃぶぐり倒しても、うん、それでやっぱり若い子がいいみたいなね、なんかそういうね、女の子そうなっちゃうんですよ。まあ男も実際はやっぱ子供が欲しいとかって言っちゃうと、うん、やっぱね30代前半とか、うん、まあ、中盤とかね、うん、選びたがっちゃうんで、続いて40代の子が来てもあちょっとあ対象外だわとか言っちゃう人がね結構多くて、うん、まあそのね、あのうまくそこがね、うん、シンクロしないっていうのがね、なかなか婚活なんですけどね、はい、幅広くね切ってくれればいいんですけど、婚活を語ってますね素晴らしいですね、あの成果は出てないけどもう婚活マスターみたいになっちゃった、マジっすか、ちょっと私の番組来ない、全然さっきからずっとうなずいてるんですよここで本当そうなんですよ、そうそうって感じ、それが世間だもんね、そうそうなんですよ本当に、いやー、なるほど、現実は本当厳しいんですよ、で実際どうだったんですか、それが、はい、相当しゃべくり倒したら、はい、40歳の僕でも、はい、あの一応プロフィールカードマッチングはしなかったんですけど、はい、プロフィールカードは1枚もらったんですけど、プロフィールカードって何ですか、あの結局そこにマッチングすれば、うん、お互いに、はい、あのいよしよよしってことになるんですけど、うん、そうじゃなくてダメで元でもそのプロフィールカードってのを渡して、はい、それであのもしかしたらあの連絡は来ますよみたいな、逆に女の子も僕はちょっといいかもって思ったら、うん、そのプロフィールカードくれるんですよ、まあ、それでちょっとメールか、ね、LINE するみたいなのまでは行くんですけど、でも結局その女の子他の人とマッチングしますよね、あ、そうだねそうかそうなっちゃうんですよ、そこはどうなの、そこからいけないのやっぱり、それを既婚者の人に行くと、うんうん、まだチャンスはあるとかガンガン言ってくるんですよ、うん、どう思います、あると思う、あのね、うん、でもさ、その人とマッチングしたからって続くかどうかはその、まあ、あ、そう、続くかどうかわかんないもんね、そうですね、なので、うん、まあ、その後彼とうまくいってるとかっていう感じで、あ、まあ、聞いてみるだけ、あ、だけは聞いてみても別に、あ、その彼とね、なるほど、応援してますよ的な、ちょっと、あ、ダメだったよとか言われれば、あ、なるほど、まあ、今日カウンセリングですねこれやり終わる、なるほど、いや、そうなんですよ、諦めないで、諦めないで、なんだっけそれなんだっけ、あったんですよ CM が、なるでも結構なんかそのプロフィールカードとかね、はい、結構工夫されてるとかって、あ、そうなんですよ、うん、あの相手のことをよく知ってもらうってことで、うん、あのいろんなあの例えば趣味だとか、うん、あの何々フェチだとか、お、あと何高校の時の部活何やったよとか、そういうのをたくさん書いといて、うん、それをプロフィールとか渡すんですよ女の子、それ自分ももらうんですけど、それで共通点があるとそこで例えば僕の場合だったら、はい、あ、スリランカ行ったことあるな、僕も行ったことあるんだよとか、あ、盛り上がるね、あと部活、うん、あ、卓球部だ、あ、僕も卓球部だったんでとかで、ね、そんなのが盛り上がったりとか、うん、あと逆にちょっと変わったこと書いといたりすると、うん、例えば僕の場合あの鉄が好きですみたいなのを書いてたんですよ、そうと鉄って何みたいな話になるじゃないですか、そこにね食いついてきて、はい、うん、あ、僕あの農家なんでその鉄を研いだりとかして、うん、花も研ぐの好きなんで、うん、鉄って書いたんですよ、そうするとね、うん、あの意外と話が盛り上がるみたいな、なるほど、どうですか婚活のプロからするとどうですか、はい、素晴らしい、素晴らしい、あー、お褒め言葉いただきました、ありがとうございます、いやー、悪いけど、うん、旦那さんにするすっごくいいと思うわ、旦那さんにするにはすごくいいと、うん、だから女子の見る目がないと思う、あ、女子の見る目がないと、すごくね、私独身だったらアタックする、おーい
とりあえずご飯マジおーこれはちょっともうそうこれ僕こう見えていいやつでもないですけど悪いやつでもないってそういうやつですよ本当にあれ誤解ですどっかに聞いたようなフレーズですねいいやつばかりじゃないけどねあの感もなく思いますみたいなやつなんで本当にいやでもね度量がすごく大きいんですよ彼すごいで今日今回の出演もね昨日の朝まで決まんなくてもう彼にね朝メールしたんですよ出てくんないって言ったらいいよって度量が大きいっすよね普通こんな土壇場で言わないっすよ本当に僕度量が大きいんですって僕度量が大きいんですって言えって俺すげえ安なんです名前も正直だしそうで正直だもんねねえ、どうして好きなタイプ何でしたっけ好きなタイプ好きなタイプは僕いろんなこと考えた挙句、うん、ちょっと天然ぐらいがいいかなってあの最近ちょっと思ってるんですよあの大体僕って真面目なんであ真面目って言ってましたよ自分で大体真面目なんで、うん、あの紹介してくれる女の子は大体真面目な方が来るんですよ、はい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 、あと真面目で全然面白くないっていうその車の中とかね、うん、そうなってなんか女の子からもなんか面白くなかったねでねいやなんかうまくいかない、ね、そううまくいかないのがいつのパターンなんですけど、はいはいはい、ちょっとあの何回かデートとした女の子は、うん、ちょっとあのファンキーな女の子だったんで、あのファンキー本当なんですファンキーな女の子だったんで、まあ5回ぐらいデートできたかなみたいな、まあそれを考えるとちょっと変わったことは変ですけど、ちょっとあのね天然ぐらいがいいかなって自分でね、それで女の子っていうか既婚者の人になんかちょっと天然ぐらいの女の子紹介してくださいよって言うと、うん、そんな女いねえって必ずね突っ込まれるみたいな、ね、ちょっとコメント入ってますすいません、ね、はい、山どこだ山田さんじゃん山田さとみさんこんばんはこんばんはこんばんは知らせますあ全然知らないですありがとうございます見てくれてるんですねありがとうございますぜひねあの彼にアドバイスをやっぱ女性目線のねこういうコメントすごくねありがたいんでねそうですね僕もあの合コンとか行くと必ずねあの自分のファッションどうとかね全然モテないですよとかって今日のファッションどうですか山田さんどうですか今日のファッションいいねすごくねなんかいつになく今日おしゃれですね。いやなんかあいつもおしゃれです。いつもおしゃれです。いつもおしゃれです。頑張ってきたんじゃなくていつもおしゃれ。あいやいつも通りです。はい、いつも通り。本当に。スカちゃん悲しい。ひでみほで褒めまくりじゃん。だってさ、うん、いい素材だもん。いい素材。どういう意味いい素材なんですか。私にちょっと女の子とかあったのどんどん紹介したよ。今ね、天然はいない。ああ今ねちょっとねストックがないんで。ストックとかあるんだ。残念ながらみんな結婚しちゃったんだよ。いやなんで。でも昨日言ってたのそのなんちゅうの苦労してもいいよって言ってたのがすごく、ね、印象残ってるんですよね。そうですね。そう、はい、あの全然。まあ苦労してもいいよっていうのは、うんうん、例えばもう、まあ、40ぐらいになるとなかなか子供が、うん、難しいとかなった時に、うん、まあ別に子供いなくても別に子供好きでも嫌いでもないんだけど、うん、ね、いいよそれでもいいよとかね、うん、ちょっと天然ぐらいで東走ってたのにいきなり今から西に行こうとか言っても、うん、あそれでもいいよっていうね、それでもいいよ、努力でいけないとちょっと、うん、もう40過ぎるともうこれ結婚厳しいかなみたいな、まあそういう境地に陥ってます自分で境地に陥ってます、はいはい、でも見えないけどね30代でいけるっしょサバ読んじゃいなよもうそういうそういうの、OK、そういうのもういいですもうそういうのダメだねダメじゃんそのプロが教えちゃうそんなことやりなら答えるくらいでさああ俺僕40過ぎてるんですよって言ったら言わなくていいっていう、まあ、確かになるほどねいやミスが言っちゃうとマイナスになっちゃうからねそうね、そうかそうかいくつって言われた時に、40過ぎてるよぐらいだってあぐらいだよ見た目だって35、6でしょそうですねそうですかねあ、そうで、うん、え通るもん通る、うん、本当に、うん、本当にそうかな、うんうん、いいと思うはるかわいいはるかわいいお気に入りお気に入り次番組呼んでくださいちょっとねえ本当はバッセイバッセイでもマスターだもんさそうだね婚活マスターだからねでも大丈夫なんか何言われても大丈夫です僕あのガラスい分厚のハート持ってるんであの殴っても大丈夫なんで、はい、分厚いガラスのハート持ってるはい、はい、大丈夫でもガラスなんだねそうガラスなんで割れることはありますけど割れることあるんかいえいってやったら拳砕けちゃうもう割れたらもうそのままじゃない割れたらもう収束さなんですけどいやでもやっぱ今日はねやっぱねこれでせっかくプロもいるしやっぱこあのやっぱねこれでコメントをいただける方もいらっしゃるんでね、はい、やっぱこう
デートとかね、そういう時の対処法っていうのをね、今日行きたいと思うんですよ。例えば昨日ちょっとデートがこう難しいねっていう話ですね。まあそうですね、うん、なんか結局、うん、はい、まあいろんな方とデートしたこともあるんですけど、うん、まあ紹介、僕いいやつなんで結構紹介されるんですよ。おばちゃんとか紹介されるんですよ。まあとりあえず会ってみなよとか、ね、はいはいはい、おばちゃんとかからね、いい子だからみたいな紹介されるんだけど、大体、うん、そういう女の子って、うん、別にそんな男と会いたくねえしみたいな、うん、でもおばちゃんが言うから会ったよみたいなのが結構あって、そうと本当にね、自分のガラスのハートぶち殴られる、ね、可能性が相当高いんですよ。で、既婚者の人にこの話してると、うん、まだ正直さん断れてねえじゃねえかって言われるけど、もう断られるようなこと言われてんのにまだ断れてないって言われて、さらにそこに追い打ちかけるような、ね、あの、ね、そう、もう、そう、塩をすり込まれるようなことされるんですよ。それでこれネタ言うと、それネタにすんだって怒られるっていう。本当にそれ相談する人、相手が悪いかもしれない。そうですね。何がつまんないんだろうね。よくしゃべる、女の子としゃべるときは結構しゃべる、マシンガンでしゃべるでしょ。しゃべるように、うん、あの努力してますよ、僕は。僕は本当は一人でゲームでもやってるのがいいんですけど、まあ、そうも言ってもらえない、いられないじゃないですか。うん、なんで、なんかできるだけなんとかしようかと思ってるんですけど、うん、ね、デートの一番最初から女の子が不機嫌だったとか、ね、そんなことあるの？あるんですよ。あるの？あるの？そこは何であるの？何であるの？そのことだって、引き乗りしないんだもん、そもそもが。デートにね、うん、デートっていうか、うん、おばちゃんは知り合いのおばちゃんから無理やりセッティングされてるから、はい、うん、とりあえず会っとけみたいな感じで。ああ、そうか。女の子も失礼なんだから。そうだね、そうだよね。私はもう、あの、マサナさんの味方よ。うちの味方できましたよ。でもそれもその時点で断ってほしいよ、最初から。そうなんですよ、ね、その、そう、行かないよってことでさ、そう言ってくれればいいんですけど、うん、ね、うん、結局デートしたけど、うん、ね、こっちも辛いし向こうも辛いみたいな、ね、苦しい状況に陥るっていうのは、ね、うん、そう、しんどいですよ、本当に。それなるほど。それさ、時間どのくらい、その紹介されて、ま、で1回目の、あ、1回目だけど、はい、1回目、当日のデート、はい、当日時間どのくらい、だいたい、まあ、10時ぐらいとかに行って、うん、それでお昼食べて、ちょっとまたブラブラして、長い、あ、長い、初めてだ、長い、長い、初回は長い、これじゃあ、じゃあ、本当に最初にサクッとみたいな、サクッと、もう1時間で終わらせる、あ、1時間、あ、最初は、へぇ、その方がガラスのハートが崩れない、あ、なるほど。あの、1回を長くよりも短いを回数を何回、あ、勉強になるね、これ、ね、はい、短いよ、たくさん、そう、なるほど。女の子は回数あってなんぼだから。ああ、そういうものなんですね。だから初回のデートが長すぎるから疲れちゃうのよ。ああ、なるほど。じゃあ最初にいきなり、あの、よく言う既婚者に言うのが、はい、いきなりディズニー行ってこいよとか言う、ね、無理に言ってるじゃないですか。女性陣が手を見てます。絶対無理ですよ、そんなね。そうですよ ね、 ね、そうですよね。ああ、そうなんだ。そういう人いるんですよ、時々、ね、いや、男性に相談しちゃダメですかね、これ。ああ、もうダメ。ダメってダメ。あのね、既婚者っていうのはそもそも普通に恋愛できて結婚してるから、はいはい、婚活してる人にお役には立たないの、はい、まあ、そうなんだ。婚活してる人から聞かなきゃ。あ、婚活してる人から聞かなきゃね。なるほど。そうですよね。なるほど。本当にためになりますよ、今日。いい番組だよ、これね。マサダ君にとって私たちはね。だからね、おばちゃんに紹介されたデートは、うん、例えば10時ぐらいに会うんだったら、はい、あの、お茶して1時間ぐらい喋って雰囲気が良ければお昼食べに行けばいいし、もう雰囲気が良くて女の子は明らかに不機嫌だったなと思ったら、もう自分が、あ、じゃあもうこれでって言うんちゃえばいいんで。そうすれば、うん、そうか、割り切ってんね、男は。なるほどね、うん、そうか、ちょっとその後がすごく怖くて、その後に、うん、おばちゃんに、うん、あんまりちょっとね、うまく馬が合いそうじゃなかったんですよって言うと、うん、お前がダメだって言ってたかなって言われる、男がダメ、男がダメ、大体言われるんですよ。でもね、おばちゃんってそんな感じだよ、ね、それは相性の問題じゃんね。まあそうなんですけど、うん、お前が喋らなかったんだろうぐらいのもんね。いや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 、それはないよ、これ見ててね。そういうのあるんですよ、本当に、ね、いやー、そう大変だよ。そうですか、なるほど、そういうこともあるんですね。あ、いえ、いや、本当なんですよ、うん、嘘がつけない、嘘がつけないので、嘘がつけないよ、私。やっぱ女性とのこう会話って私も思うんですけど、やっぱこう浸透ってしまったりするね、ドライブとか行くとね、あったりすると思うんですけど、もう
うん、女の子との会話はとにかく共感するっていうね、女の子。あもう拍手が生まれてますよ、ここに。よく分かってる。そう、ね、ついつい否定しちゃうこともあるけど、じゃほとんど共感するように、例えば僕映画別に好きじゃないですよ、で映画館行ったことあるとか言っても、あんま好きじゃないんだけど、あの何や見たことあるよとか、ね、そうやってなんか共感するようにはね、常にしてるんですよ。あ共感いいねとか、まあ、そういいんですね。まあそれは女のことだけじゃなくて、物を販売するときとか、まあ僕の前お茶販売するときとかも、あそうですですよねっていうのをね、できるだけ心がかけてるっていうのがね。でも私生活ではご根拠がいいんじゃん。あ、そうなんですよ。なるほどね。でも結婚したらそれが日常になるわけですから、ね、まあそうですよね、まあ、そうなるんですよ。なるほどね。そうかそうか。でもせっかくでここにプロがいますから、まっちゃんもいますね。ちょっと聞いてみたいことがありますか。え、聞いてみたいこと、聞いてみたいこと、聞いてみたいことですか。聞いてみたいこと、急にぶっこんできたな、これ。すごいね。デートで困ったこととか。デートで困ったこと、これからのデート行くときに、なんか、まあ、そうですね。そうですね。やっぱり、まあ、デートの時に、あんまり自分としても若い女の子来てほしくないんですよ。ああ、やっぱ年があんま離れすぎてるというのも、やっぱり。そうですね。よく男の場合は、男だったら20代でも10代でもいいぐらいだとか言うけど、はい、絶対うまくいかねえよっていうのがね、自分のね、あの中の今自分の中でね思ってるんで、まあできるだけねプラスマイナス3歳ぐらいっていうのがね、自分の理想っていうか、ね、それは追求してますね、はい、年上でもいい、年上でもワンチャンいいとしてます、はい、ワンチャン、年上っていくつ、それが僕41なんで2か3ぐらいまではいいにするしか、するしかないって失礼です、するしかないって、するしかないって、めっちゃ怒られてますよ。さっきまで褒めまくってたのに。そうですよね、贅沢でしたね。そうですね、そうですよね、私、はい、あの年下ですけど、はいはいはい、あ、そうですか、金のラジオ相手も探せって言われるそうですね、そうなんですよね。でも嫌なんだ。いや、嫌だっていうわけじゃないんですけど、ちょっとうまくいくかなっていう自信がないんで、はい、そうできたら同い年とか、ね、ですか、同級生ぐらいな、ね、ちょっとしたかな。なるほどね。ゴロゴロいる。世の中にね、ストックの中にはごめん、私だからストック今切らしてたんだよ。切らしてる。なるほど。一人いなくもないけど、苦手な年上だと思う。あー、まあ、なるほどね。天然でもないから。ちょっとごめん。しっかりも。養殖だから。しっかりも。養殖？うん、天然じゃなくて養殖。あ、養殖だな。私も養殖戻ったらいい。養殖戻って。養殖だからいい。養殖は厄介だよ。洋食は厄介で、洋食は厄介、本当にやりたくない。もう今日あと3分ですよ、こんな感じで。こんな感じで終わっていいですか。こんな感じで終わっていいですかね。あ、じゃあ1個だけネタ、じゃあネタ1個だけやっていいですか。どうぞ。まあよく合コンとかで、はい、あの僕モテないですよって言うと、はい、必ずメガネをいじられるっていうパターンがよくあるんですよ、はいはいはい、で今僕ちょっと主張個性のあるメガネしてるじゃないですか、はいはい、どちらかというと大きくて、はい、縁もちゃんとあるメガネしてるじゃないですか、はい、それが大体最初はあの銀の縁の細いメガネしてたんですよ、はいはい、そしたらそれ絶対メガネが良くないからあのもっとねおしゃれなメガネしねえよって言って、うん、こういうちょっとおしゃれって言ったら失礼ですけど、うん、ちょっとおしゃれなメガネしてる、うん、そうやって今度女の子からメガネ外した方がいいよって必ず言われるんですよ。これって何なんだ、どうすればいいんだっていうちょっと外してる、外してる、あー限った方がいい、もう見慣れちゃってるからね、これ、ね、それはあるんですけど、うんね、いろんなことね、あんで撮るとそういう、ね、合コンネタ英会かなりやるんですけど、ね、誰かに似てるよね、三谷幸喜、いや違うんですよ、あの、うん、ちょっとカンニング竹山をちょっと意識してこのメガネしたんですよ、ちょっといじられるかなと思って、似てますね、本当カンニング、そうそう、うん、いやいい人ですからね、そう、カンニング竹山を意識してこのメガネしたのに、カンニング竹山を意識してるんですよって言うと、ふーんぐらいしか言ってこないから何なんだってね、そう、まさかの滑るっていう、本当にね、正直さん面白いよ。いやーでもね、すごくね、ね、本当あの小学校からの同級生ですよ。まあ、ね、言ってみれば保育園からの仲間なんですよね。まあ、そうですね、はい、いやすごくねいい人ですよ、本当に、ね、いい人、はい、いい人ですね。いい人が残ってるんだ、ね。そうですよね。
でしかもやっぱ町づくりもすごく熱心で、はい、まあ、地元勝間だって言うんですけど、勝間をよくしたいってすごくいつも熱く語る方なんですよ。そういう方がね、そういうと、うん、お前それよりも結婚して子供産めよっていうね、必ず言われるっていうね、本当にそれが一番の活性化だって、ね、そう言われるんですよ、本当に、ね、なるほどね、ぶち殴ってるんですよ、心のね、ハートも、本当にハートも、ね、割れないガラスのハートをぶち殴ってくる。じゃあぜひね、彼にいいアドバイスをください、コメントをね、ぜひどうぞお待ちしておりますので、ね、よろしくお願いしますということで、ということで今日はこんな感じでよろしいでしょうか。いいですかね。はい、ということで今日はね、婚活中の加藤正信でした。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、次の番組は、庭師滝田くんの天空のおつまみ、毎日見てください。お疲れ様でした。